食べたいとかあれも食べたいとか、なんか当日にそうなったらちょっと嫌なので、まあお小遣いは多めに持っていきます。でも大阪って美味しいもんいっぱいあるからさ、結構食べちゃうよね、絶対。なんかむくみそう、めっちゃ。次の日。粉もいっぱい食べて。わあ、串カツ食べた。エルカマジでアシリらしいと超愛用者だからね。もうライブの日とかって、でライブのその終わった日夜とかもう、なんかさ、高いヒールとか履いて踊るからさ、ルカねすぐむくんじゃうの、ちょっとでも。なんかちょっとでもなんかまあ動いたりとか、外ちょっと長時間歩いたりするとすぐむくんじゃうんだけど、もうね、その日の夜にアシリルシート使ったらガチで次の日すっきりすんの、足。マジ愛用者だからね。この前のゼップ名古屋の終わりとか、もう足がもうとにかく疲れすぎて、そう。もうね、歩くのも疲れるみたいな、だるいみたいな。体が、重いとか疲れたとかじゃなくて、足がもう疲れたんよ。でその日足リラシート貼って寝たら、もうあれってなんか老廃物みたいなやつがさ、液みたいな感じでなんか取ったら出てくるんだけど、もうやばかった。そんなにね、なんだろう、別にその当日疲れてなくても、次の日が大事な撮影とかライブとかになると、まあ一応張って寝るんだけど、そう、そんなにねむくんでない時はね、平気なんだけど、もうゼップ名古屋のね次の日ねやばかった。もう、あ、これはさすがに疲れてたんだなって思いながら。めんどくさくてマッサージとかさしないからさ、昔はしてたんだけど、今とりあえず早く寝れればいいかなみたいな、お風呂上がり早く寝れれば幸せだなみたいな感じで生きてるから、マッサージとかしないんだけど、そうだからそういうアシリルシートとか貼ってとりあえずむくみを取ろうって感じ。
最近メリーロートっていうサプリ飲んだらむくみマシになったね。サプリとかもねいいよね。なんかあんま飲まないけどよく美容赤とかで見るよ。むくみたくないならこれを飲めみたいな。やっぱ参考になりますね。綺麗なお姉さんたちのね美容赤はすごい参考になる。まあ実践はしてないんですけど見てるだけ。今では美容も健康維持もすごいね。病気にもなんないし。そうなんですよ。多分シンプルに体が強いんですよね。もう食生活とか寝る時間とかも全く気にしてないから、美容も別にそこまで興味ないし、ただシンプルに体が強いんだと思います。もう血を分けてあげたい。ルガの血をみんなに、健康の血を。ねえ、献血行った方がいいよね、マジで。献血行きたいなって思うけど、なんか周りに行ってる人がいないから、なんか体験談とかをちゃんと聞いてから行きたい。健康診断はしないですね。だから見た目はこんなにすごく健康だし、まあ、病気にもなんないけど、多分中身腐ってる可能性は十分にあるかもしれない。なんか健康診断とかでしか分かんないじゃん、そういうのって。中の状態って別に肌荒れもしないしさ、病気にもなんないし、体調も別に崩さないしさ、なんかそんな私生活に別に支障はないけどさ、健康診断行ってさ、なんか検査したら見えなかった部分が見えるわけで、その見えなかった部分が腐ってる可能性はあるかもしれない。でも分かんないけど、こんなにも SK に入ってもう10年じゃん。でもその10年の間に
大きな病気とか体調崩して休むとかほぼなかったから、ほぼ、うん、なんかそのちょっと風邪ひいちゃったとかはそれはあるよ。風邪ひいて声が出ないとかなんかそういうのは全然あるんだけど、あと足もなんか怪我したことも全然あるけど、なんかその休むまで崩したことはないかも。でもその10年平気ならこの先も平気かもしれない。うん、若いからか、それはあるかも。なんか最近さ、なんていうの、もう踊ったら疲れちゃうの。まあそれ当たり前なんだけど、でも10代の時にできてたことがやっぱ今の年になると、きつい、シンプルにきつい。うん、すぐね、なんかうん、若い時に、ね、できてたダンスができなくなったりとかねしててね、うん、やっぱ変わるんだなって思った。去年とかはね、去年一昨年まで22、21の時はそんなに感じなかったけど、ちょっと23になってちょっとね感じ始めた。なんかきつくねみたいな、このダンスきつくないみたいな。そうだよね、世間からしたら普通に若いんだよな、あるか。でもここにいるとやっぱちょっとなんか年扱いされるからさ、おばさん扱いされちゃうから。感覚狂うよね、本当に。世間では23ってさ、若いみたいな、まだまだこれからみたいな感じがあるけどさ、ここにいたらさ、もうさ、もう10代がいっぱいいるわけじゃん。もう23なんてって思うよね。23歳なりに頑張っているので、こう見えて。ルカ若く見える？もう顔の作りだよね、なんかさ、まあこういう喋り方してるってのもあるけど、なんか子供っぽいよね、自分でも思う。なんか周りの23歳と全然違う。うん、
確かに妹気質なのもあるよね。人に甘えてばっかいるから、そういうところもなんかあれなのかな、23歳には見えないのかな。年齢より上に見られたりはしないですね。なんかもう下にしか見られないかも。それ何歳ですかって言われて23ですって言ったら、え、23って言われることの方が多い。ね、でも若く見られるんだったらいいよね。なんかちょっと上に見られたらさ、ショックじゃない？高校生は無理だろ、さすがに。さすがに無理でしょ。今の高校生、なんならあれよ、ルカより大人っぽいよ。よくさ、朝とかさ、電車乗るとき、学生と一緒になるときあるけどさ、みたいな、高校生みたいな、すごいよ、みんななんか大人っぽい、みんな高校生で綺麗に髪巻いて可愛くメイクしてとかさ、スタイルも良くてさ、なんかすげえみたいな。マジですれ違う女の子たちさ、高校生だと思えないもん、本当に。みんな大人っぽい、今の高校生。
35分か。本当は10時までやり、10時じゃないや、間違えちゃった、0時日付変わるまでやりたかったけど、もう話すことないや。今36分。すごいみんな質問してくれる。ユニットって自分で選ぶの？選びません。基本的には今回はリーダーと副リーダーとマネージャーが中心になってセットリストを組んでくれてます。うん、メンバーも、メンバーとそれを誰が歌うのかとか、セットリストは基本的にその3人で今回はやってるみたいです。前回はね、ルガちゃん名前言ってないんですよ、ゼップツは。前回はルンルンとマネージャーさんが基本的に考え、ルンルンその時ね忙しかったからあんまり多分やってないのかもしれない、わかんないけど、ルガも関わってなかったからわかんないけど、ルンルンとマネージャーさんと演出家、演出担当の人と多分話し合ってやってたと思います。去年は ちなみにルカちゃんが注目してほしいところがあれば教えてほしい。うーん、注目か。注目？注目してほしいとかあるけど言えない。身内で楽しんでることがあるんだけど言えない。
しいと思うので全部注目しててください。終わってからも言えない、それぐらい身内で楽しんでることがある。確かにそれはやったら気になっちゃうよね。ただ見ててもわかんないと思う。それぐらい本当に身内ネタです。お医者のたこ焼きいただきましたはあるかな。あれですか、ストーリーのやつかな。ストーリーのあの差し入れいただきましたみたいな、わっしょいのやつ。差し入れいただいたらやりますね。